立花北氏は、江戸時代前期から、中期の廃人、昭門十明の一人、通称はとぎや原子郎、別号に取水すぎだい、受権。一時、土井生を名乗った。加賀国小松町とぎや工事に生まれる。金沢に住み、兄の牧道とともに、刀とぎをぎとした。北氏の区の資料上の所見は、遠方八年の神戸友もこと白根草に、 兄牧道と共に見えるもので、当初は断輪派に学んでいたと見られている。はじめは、友ごとについたのだという。その後は、天南元年の杉野小雪編、加賀染、上京二年の鈴木政風編、稲むしろ、上京四年の高砂昇白編、小松、元六二年の山本家系編、荒野に、兄弟の名が見える。場所が訪れた。 北斜の世は写真の久保氏をつけ宮の隣にあったと推定されている。元の国年7月、奥の細道の旅で金沢を訪れた松尾芭蕉に兄牧道と共に入門。金沢より山中温泉を経て越前国松岡まで25日にわたり芭蕉に随行。山中温泉で模様した北斜の馬借り鉄場目を行く別れかなに始まる河川は、 山中三銀と呼ばれる。同地での馬賞の教えを書き留めたとされるのが山中文道であり、山中氏上馬賞による三中三銀の添削と表などを伝える。松岡での馬賞との別れに際しては、馬賞より物書いて扇引き裂く別れかなの句を送られた。元禄十年代以降は、元禄十四年間の伊水川、法永四年間の日寄山、法永五年間の 桃の素人に除罰を書くなどの活動が見られ、越中稲見に波加があり、元禄十四年以降は、鏡志向が勢力拡大に乗り出していた、北陸の消紋における重鎮であった。もっとも、北氏は、廃壇経営について、野心的ではなく、志向に対抗して、あやうことはなかった。森川巨六は、風俗文鮮の作者列伝において、北氏を、北方の、 いつしなりと表している。金沢市の宇た山。宇た州の名もここに由来する。教法三年五月十二日没。法名、狂は、超北市神事。金沢市の宇た山にある、金池山心連社に墓がある。教法三年、北市の時世、書いてみたり消したりかは、消しの花から名を取った、追前集、消しの花を、葉みが観光した。 高久藍校に学んだ、金沢の廃人、中山美山は、超緑台を継ぎ、完成十一年、北史の追悼会を行って、追悼区集、北史会を編んだ。天保三年、加賀の廃人、北海が北史の区を採集し、北史北歯を編んだ。天保四年、北史の墓の傍ら西踏みを設け、桜井倍出の名を刻んだが、これは後に損壊。明治十二年、 バ室に学んだ、後藤雪袋は、北枝200年期の追悼会を予習し、追前集、かやつり草を編んだ。平成元年、奥の細道300年を記念し、松岡の天竜寺境内に、馬蕉と北史の別離の姿を石像とした、余波の日が建てられた。白根草には、土井北史と見える、文久3年間。なお、かつて、山中門堂は、 鏡志向思考の配論に通う部分があるとして、銀書との疑いを持たれていたが、その後否定されている。栗本課題編、天保十年間北史編の、うっつ集には、松岡にて沖縄に別自主とき、アフギニしテキュルとの前書きを付した、ものっしょて、センスヘギわかる別なりという、奥の細道掲載前の発案が見える。ありがとうございます。